ETF というのは、いわゆるファンドです。少ないお金で、たくさんの企業に投資できるっていうメリットがあるんですね。SBI 証券と楽天証券の買い付け手数料無料 ETF の中から、学長が選ぶベスト ETF についてです。皆さん、予想はついてますかね答えは VOO です。最強の株価指数、S&P500 に連動する米国株ファンドです。世界一の投資家、バフェット氏はこう言っています。私の死後、10%は米国短期債に、90%は S&P500 にして運用しなさい。それだけ信頼度の高い投資先ってことです。10年前に投資していたら、元本は3.25倍に成長。 配当金も考慮すると3.93倍のリターンです。僕は積み立 NISA やイデコなどの超長期投資では全世界株派、中長期では米国株をし、サテライトの部分では米国株の比率を高めてもいいかなっていう感じですね。VTI、全米株も VOO も互いに遜色ない信頼感ですが、コアの全世界株ファンドで世界中の大型、中型、小型株をカバーしているので、サテライトでは米国の一部企業により集中するっていう趣旨で VOO にしました。投資に正解はありません。投資目的、リスク許容度は人それぞれです。ぜひ自分に合った投資を採用してもらえたらなと思います。